どうしたんだ。なんだか寝つきが悪いんだよね。元気が有り余っているんじゃないか。そうなのかな。僕はこの枕に原因があると思うけど。枕？いつもと同じだと思うけど、どうしても嫌ならどかして構わないぞ。一つ提案なんだけどさ、腕枕ってどう？俺が勇気に腕枕をするってことか？もちろん。わかった。勇気がそれで眠れるならどうぞ使ってくれ。やった、それじゃ。よいしょっ。どうだ。うん、これならすぐに眠れそうだよ。それまで僕に何かお話を聞かせて。そうだな、この間食べた珍しい肉の話とかどうだ。本当に食べ物が好きだね。いいよ、聞かせて。わかった。その肉は森の奥に住む鳥型モンスターからドロップしたんだけどさ。うん、その鳥ってのがこれまた巨大で、ドロップした鶏肉も当然普通のサイズより大きいんだ。それで、ユキ？寝ちゃったみたいだな。肉の話はユキには届かなかったか。どうしたんだユキ。寝ぼけて俺の腕に噛みついているのか。起きたみたいだな。あれ、今寝ちゃってた。なあ、だけど昼寝が目的なんだし寝るのは構わないだろ。でもそんなことよりさ。なんだかお腹が空いてきちゃったみたい。お昼寝は延期して今から何か食べに行かない？あ、そっか、肉の話はやっぱり届いていたみたいだな。そんなに俺の顔をじっと見て楽しいのか？こうしてまじまじと見たことはなかったからね。ねえ、もっと近くで見てもいい？別にいいけど。近くで見ると可愛い顔だね。それって褒めているのか？もちろん。やっぱり人の顔って不思議だな。僕の顔はどう？勇気の顔も、可愛いぞ。よかった。なあ、もういいか？ダメ、もう少しこのままにして。まだ？何も言わないで、そのまま僕のことを見ていて。分かったけど、この距離で見つめっぱなしは少し気恥ずかしいよな。ねえ、目をそらさないでちゃんとこっちを見ててよ、キリト。けど急に。なんで？いいからお願い。なあ、何なんだこの状況は。勇気は何を考えているんだ。ねえ、僕
我慢できなそう。な、何がだ？言ったら迷惑だろうって思うけど、やっぱり言いたい。ダメなら断ってくれていいから、一つだけ僕のわがままを聞いてくれる？言ってみてくれ。今度さ、夜のフィールドに星を見に行かない？え？星？なんで急に？綺麗な瞳を見ていたら星空みたいだなと思って。そういうことか。あ、別に構わないよ。一緒に星を見に行こう。いいの？やったなんだか無駄に緊張したな。ん？緊張って何が？なんでまた近づくんだ。さっきまでこの距離だったじゃん。というか顔真っ赤だよ、どうしたの？それは、星が楽しみで。何それ、変なの？でも僕も楽しみだな、星空。嬉しそうだな、ユキ。一緒にゴロゴロするのは楽しいな。この間はアスナと一緒に寝たんだよ。へえ、アスナと。アスナは抱き心地も良くてとっても落ち着くんだよね。そうか。やっぱり男の人と女の人では違うのかな。オリジンではそうした再現性ってどうなんだろう。肉付きとか筋肉の硬さの話だよな。男女の違いか。それならよいしょっと。急に近づいてきてどうしたんだ、ユキ。抱き心地を試してみようと思ってさ。ぎゅー。ちょっと待ってくれ。やっぱりアスナとは全然違うね。なんだかゴツゴツしてる。なるほど、違いはあるみたいだな。けどアスナとは違う安心感みたいなのがあるよ。そうか。僕にお兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。勇気、やめてくれって。照れてる。そりゃ恥ずかしいって。わかったよ、お兄ちゃんって呼ぶのはやめるね。その代わりもう少しだけこうしてていいかな。わかった、いいよ。ありがとう、キリト。お昼寝しようって自分から誘っておいてなんだけど、なかなか眠れないや。子守歌でも歌ってもらおうかな。俺がか。子守歌か。冗談だよ、僕のことは気にせず寝ちゃっていいからね。いいのか？うん、いいよ。おやすみ、キリト。ああ、おやすみ。
ツンツン。どうした？なんでもない。あ、そうか、おやすみ。はーい。こちょこちょ。やめてくれ、ユウキ。面白い反応をするね。昼寝をするんじゃないのか。わかってるって。ほら、寝ていいよ。またいたずらする気だろ。そんなことしないよ。わかった。おやすみ。隙を見て今度はこっちからくすぐってやろう。そーっと。今だ、そりゃ。参ったか、ユウキ。参ったよ。なかなかやるね、キリト。いい感じに笑い疲れたし、これでぐっすり眠れそうだよ。それじゃあ、おやすみ。ああ、おやすみ。はあ、俺はすっかり目が覚めちゃったよ。たまにはのんびりしようよ、キリト。いいけど、具体的にはどうするんだ？こうして横になってゴロゴロするだけだよ。そんなのでいいのか？うん、僕は楽しいよ。ユウキがいいなら俺はいいけどさ。いつも忙しそうだし、こうして二人っきりになれるだけでも貴重だよ。ユウキだっていつも忙しそうにフィールドを駆け回っているじゃないか。そう？最近はそうでもないと思うけどな。元気いっぱいにどんな時も全力で過ごしているのが俺の中でのユウキのイメージだからな。前はさ、ありったけの時間をすべて全力で過ごしてきたけど、最近はこうしてのんびり過ごす時間も大切だと思うし、それに楽しいんだ。そうか、確かにこういう時間も大切だよな。そういうことに気づけたのって全部みんなのおかげだよ。そうなのか？みんなと出会って一緒の時間を過ごすようになってから、急がなくても楽しい時間を過ごせるって知ったんだ。だから今は全ての時間が充実しているって思えるよ。それじゃ俺も勇気に負けないようにこの時間をのんびりと楽しまないとな。そしてこれからも二人でこういう時間を過ごそうね。もちろんだよ、ユウキ。